久保さん、まあ、難しいことからね、やった方がいいと思いますよ <laughs>。まあ、あの、どっちでもいいんですけどね。ただ、あの、なんか、あの肉を先に食うのか、前菜を先に食うのかと。なんか、なんか、デザートは先、デザートはさすがに先はあれかな。なんか、コーヒー後にしますか、最初にしますかっていう。食後のコーヒーにしますか。 先に持ってきますかみたいなのありますよね僕先はタイプなんですけどコーヒーはね <laughs> まあさすがにデザートの甘いやつは先に食うのはないですけどねまあ肉がメインだとしたらメイン先に食ってもいいと思いますし、うん、まあでもね難しいことを先にやった方が後々楽なんですよねなんかなんだろうななんか人んかあのに 日本語の昔ながらのね、あのー、言葉で表すなら難しいことをやると何を得られるかっていうと度胸だと思うんですね。度胸を得られるっていうね。でこの度胸って結構僕ねすごくビジネスやっていくとかな生きていく上で度胸あった方が、あのー、いいと思うんですよね。なんか堀江さんのが昔ハったりの流儀みたいなね ハったりできろみたいな、なんか、買ってないんですけど、あ,あ、買ったかなんか、あの、本出してたような気がするんですけど、昔ね <laughs>。度胸、はったりって度胸ないと多分無理だと思うんですよ、うん。大丈夫ですと。で、これもよく言うんですけど、例えば、ハったりが必要なことって何かっていうと、うん、まあ医者を僕例えるんですけども、医者の先生がね、初めてね、患者さんをね、 えー、オペししまますす外科手術しますじゃあ、その時にね、度胸がない、ハったりをかませなかったら、すいません、僕、あの、今日、オペするの初めてで、一応、大学では結構練習はしたんですけど、生身の人間切るの今日初めてなんですよと。でも、頑張ります。初めてなんですよ、みたいな。<laughs> いや確かに、まあ、事実はそうかもしれないけどね。てか、初めての時あると思いますから、まあ、それ、確実に、ね、いろんな事実があると思いますよ。初めて人間の,この、ね、生身の,、ね、あの生きてる人を切るっていうことは、絶対一度はあるわけじゃないですか。で、その時にですよ、そう言ったらお客さんその患者さんの家族、すげえ不安になりますよね。こい,こいつ初心者かみたいなね。 まあ、その時ははったり言った方が良くないですか度胸、度胸というかね。大丈夫です。任せてください。頑張れ。やるんで。ってって。安心してください。みたいな。って言ってあげた方が良くないですかまあ、絶対、手術絶対成功するとは,は限らないですよ。限らないけども、まあ、全力を尽くしますんで、あの、安心してくださいと。全力尽くします。みたいなね。でも、それをね、なんか、いや、ちょっと今日初心者で、ちょっと緊張してんすよ。みたいな。大丈夫かなみたいなね。 家族の人がね、すみません、先生交換してくださいみたいなね、先生を交換してくださいってなる,んで,なるでしょうね。<laughs> うんまあ、時には僕はハったり度胸っていうのはね、僕は生きていく上で大事なんじゃないかなと思います。例えば、新卒でね、新卒でその会社に入るとするじゃないですか。で、新卒で入りました。まあ、営業職で、営業職で入るとします。で、その時にね、 あの外回りしてる時にね、すいません、僕、初心者で営業初心者なんです、よろしくお願いします、みたいな。えその人に注文しようと思う人、あんまいないと思うんですけどね。<laughs> うん、まあ、そのね、あの、あ,のあ、君、最近入社したのか、いとあまあ、最近入社したんですよと、よろしくお願いしますと。でも僕はあの、車の知識はね、めちゃあるんですよ、と。社長、何乗られてるんですか、と。 さっき見ましたけど、あの、R8 乗ってんじゃないですかみたいな。R8 いいっすねみたいな。いや実は僕、R8、ロータリーエンジン、うわー、って、お、君もロータリーエンジン好きかみたいなね。<laughs> なんか <laughs> ね、ねマツダ松田の営業マスね。<そ>う <laughs>、うん。まあまあまあ、はったり大事だと思いますよ。度胸。うん、でも、難しいことからやると度胸はつくと思います。 うん、でもできることをやるってことも大事なんだけどできることだけをやってると度胸はつかないと思います。度胸がつくのって自分がちょっとこう難しいかなとかできないかなとか本当に大丈夫かなとかそういうところを張っていくとあの度胸って出るんじゃないかなと思うんですよね。多分ね、まね、あ、僕麻雀詳しくないですけど櫻井翔一さんって度胸の塊なんじゃないですか。多分 わかんないですまあ久保さんの見解があると思うんですけど桜井翔一に対してのあのね掛け軸張ってありましたよね桜井翔一のでも桜井翔一に度胸がなかったらあ,あ,あの結果は出せないんじゃないかなと思いますねうん多分結構まあ心理戦の部分あるじゃないですかだからその顔の表情だったりとかまあ手配ですよね手配が悪い時にああ みたいにやってたら <laughs>、ね、どうすか <laughs> もはや手配がどんな状況だったとしてもいや俺はもう国士無双揃っとるぞ国士無双がすごいか分かんないですけど <laughs> なんかすごい手配あるぜみたいなオーラを出してるだから捨て配なかなかできないみたいなねそういやこれこれを捨てたら書一さんに積,まれる積もれるんじゃないかと <laughs> みたいなね <laughs> なんかそういうオーラが間違いなくあったんじゃないかなと僕は思います。まあ麻雀僕詳しくないんでわかんないですけど、うん、まあ度胸はあった方がいいと思います。いってらっしゃい。